はい、こんにちは。一つだけお願いがあります。いなくなってしまった人たちのことを時々でいいから思い出してあげてください。ということでグッズ買いました。ファイナルファンタジー10-2シルバーネックレスユーナで、こっちはファイナルファンタジー10シルバーピンキーリングという形になります。両方ともスクエニショップで買いました。ネックレスが22,000円、リングが7,800円、合わせて消費税込みで32,184円という形になります。で、2018年12月1日、今日発売の今日厳守で届いたんですけど、今公式サイトを見ると、リングの一番小さいサイズ以外、全部売り切れちゃってます。予約の段階でなくなったんでしょうね、今日発売なのでね。まずちょっと、すごくこれ思い入れのある商品なんですけど、まず見ていきましょうね。指輪の方。よいしょ。あー、これね、これ再販分なんですよ。だから私、当時買った思い出があって、これスクエアエニックスって書いてあるじゃん。当時はスクエアだったからね、まだ。はい、これ指輪。こんな感じ。シルバーピンキーリングで、これがね、ユリの花をイメージしたものにアクアマリンが埋め込まれてるっていう感じが当時書いてあったと思うんだけど、今スクリーンショップ見るとそういう説明が一切ないので、ちょっと記憶ではそういう感じだったと思います。で、これは右手の小指に、ユーナがつけてるピンキーリングですからね、こうつけていた当時というか、まあ、今もユーナはつけてますけど。で、これがネックレスで、こっち点2になってます。よいしょよいしょ。はい、こんな感じでネックレス入って、こっちもねすごく可愛いんですよ。まあデザイン的には似たような感じなんですけど、こういうね、同じようなのがついてる。これね、今よくある、そのキャラクターがイメージされたアクセサリーじゃなくて、天の、ね、ユーナがこれ実際身につけています。身につけているものを商品化したものなんですよ。で、これね、本当に思い出がいっぱいなんですよ。というのも、だって10ってさ、2001年だから、もう、17年経ってるわけですよ。そう考えると、まあ、年も取るし、すごく、思い出が当時のね、すごくいっぱい残ってるんですよ。で、私の中では、確かこれが、当時発売された時、なんだろう、グッズでこういうアクセサリーとかって今は見ますけど、当時これが最初だってな気がする。で、これでユーナとティーダのモデルがあって、私はユーナを買ったんだけれども、いや、こういうのが出始めたのが2001年の FF からだったんじゃないかな。それまで私見たことなかったもん。でね、買ったんだよ。で、当時これをね、普段使いしてたわね、私普段使いしてたんだけど、今と違ってゲームのグッズをこうね、身につけてるって人になかなか言えない時代ですよ。だけれども、こうつけてたら、すごいそれ可愛いねって、普通の人にたくさん友達とか言ってもらって、いやー嬉しかったんだけれども、これ実はファイナルファンタジー10のユーナのやつなんだよとは、やっぱ言えなかったよね、昔はね。今はもう時代が変わってね、大っぴらにこう言えるようになりましたけど、本当に時代だったんですよ。で、私はね、指輪をね、何回かなくして、これ何回か買い直してるんですよ。で、結局、何回か買い直して、今手元になくて再販分を買ってるので、両方ともないんだけれども、なくなっちゃったんだけど、これ今回さ、ネックレスの方が10-2じゃん。だけど、私のこれも記憶が正しければなんですけど、10の時に両方買ってるはず。多分ね。だから、10-2の再販分と、10の再販分っていう形で今回やったのかもしれない。で、10-2と10のデザインが違ったかまではちょっと覚えてないですね。で、2001年だからこんなにウェブもまだなかったのね。だから、検索してもね、情報がほとんど出てこなくて、全部記憶で喋るしかないんだけれどもね。本当にね、こう当時可愛くて。で、まあまだ17年前だから私もまだまだ若くてね、キッズだったんで、22,000円。多分価格もね、22,000円、18,000円ぐらいだったんじゃないかな、当時。で、こっち7,800円でしょ。5,800円だったような気がする。これも本当わかんない。もう出てこない、検索しても。なんだけれども、いや、高いなと思いながら買ったんだよ。買ったのよく覚えてんだよ。で、17年、年を重ねて、こうなりましたと。ね、まさか17年後ね、再販分のこのユーナの指輪とネックレスをね、こうまた買って喜んでる私がいるだなんて、17年前の私にね、お前、17年後それ再販されたのまた身につけてるぜ、つっても、絶対信じないからね、まさかっていうに決まってると思うんだけれども、そのまんま年を重ねてきてしまったね、この私なんですよ。で、17年前は、もう本当値段でもいいけど、キッズだったんで、高いと思ったけどね、今は。
大人になったな、私も大人になったな、本当にね。いやー、相変わらずね、こういうものがやっぱ大好きなんですよね。嬉しかったんだよな。これが出た時、本当に私はときめいたね。やっぱ9まで、FF9 までは、なんだろう、もちろんキャラクターの群像劇なんだけど、ここまでの書き込みっていうのは特にドット絵の世界だとないし、まあ、7、8、9が、プレステ1じゃん。で、ポリゴンもやっぱ まだカクカクしてた。で、10に、10、ん?7、8、9がプレステね。で、10になって、プレステ2になってね、すごく書き込みが入るようになった。で、ボイスも初めて入ったし、ムービーもすごくなった。で、こういう指輪とかも書き込めるようになったから、出たのかなって当時の背景を考えると、思う。今は本当にそのキャラクターをイメージした商品ね、こうメガネなんかもそうですけど、実際作中キャラが装備してなくても出るような時代に、こんな時代になるとはもう全然思わなかったもんね。だから当時のグッズとしては高いし、でこういうアクセサリーなんてものは本当に見なかったんだよ。で私は未だにやっぱ FF シリーズでヒロインはユーナが多分一番好きなんだよね。でそんなに大好きなユーナが、身につけていたものが実際自分も身につけられるっていうのですごく嬉しくて、普段つけてたんだよ、この2つを。もう今では信じらんないからね、お前がアクセサリーつけてたのっていう時代で、今から今の私から考えるとそういうイメージになると思いますけど、もう当時はね、こうなんかね、若かったな、つけてるだけで嬉しかったもんね、なんかちょっと言うな気分っていうかさ、なんだろうな、なんかすごく嬉しかったな。で当時の私にとっては結構高かったから、なんか嬉しかったんだよ。とにかく嬉しかった、嬉しかった。そんな気持ちがね、たくさん思い出されますよ。でね、これね、箱もね、おそらくですよ、当時のまんま箱ね、これだったと思うよ。ここにこういう切れ込みが入ってて、でこの白い、ちょっと、なんだろう、大理石みたいなあのデザインで、記憶が合ってればケース、この外箱も全く同じものを使ってると思う。いやー、これをまさかね、ここの時代で再販してくれるとは思わなかったね。これね、私が人生で一番可愛いと思ったアクセサリーじゃない。だから若い頃だから、その後にね、ティファニーとか、私もまだ若かったから、そういうなんかちょっと欲しかった時期あるじゃないですか、若い頃で。ティファニーのさ、なんかこういう入れ物あったじゃん、わかるかな、まあ、女性わかるかもしれないですけど、ティファニーでこういうね、なんかちょっとしたアクセサリー入れる陶器のものとかあったり、いろんなもの買ったんですけれども、17年あれから経って一番個人的に嬉しかった、買って嬉しかったアクセサリーっていうのは、ティファニーとかそういうものではなく、私は FF だったねこの17年間を顧みて考えると、一番嬉しかったのはこの FF のユーナのやつだよ。本当にこれは当時私の心を掴んだよ。本当によく覚えてるもん。迷ったね、でも当時高いなと思って。なんかね、この価格帯のアクセサリーを自分で買ったのもこれが最初だったんじゃないかな。そういうなんかアクセサリー自体を買いモードっていうか、買っていくのはもうちょっと、だからこれが最初だったんじゃないかな、私の人生で。懐かしいんだよ、だから。いや本当にこれ両方つけてさ私は楽しかったな、あの時。本当に FF 大好きだよな。いや、FF 信者だったね、本当に。いやー、このね、2018年12月1日でね、FF15 がいろいろあれしてね、私の中で FF に対する愛っていうのも若干変わりつつもね、ありますけれども、まあ、そうは言っても、こうやって思い出がいっぱい詰まってるのが、ゲームファイナルファンタジーというタイトルだなと思うよね。いやー、ほんと時代変わったな。こう別にこれユーナのって今つけれるもんね。ゲームのキャラのアクセサリーってつけれるじゃないですか。つけれなかったもんな、当時。いや、つけれたけど、なかなか言いづらかったもんな、私も。いやー、時代変わったなー。でこういうのもバンバン出るようになったね、今はね。昔はなかったよ、ほん
当に。でね、当時スクエアのショップページができたのがやっぱでかかったんじゃないかな。なんかあのスクエニの公式ウェブみたいのがあんまり当時ゲーム会社でそんな通販までやってガチッと作ったウェブ自体がなかったんだよね。私の記憶ですよ。ホームページがなかったと思うんだけど、スクエアはその辺でやったんだよね。まあ、もちろんグッズ販売って言えばスクエアというよりエニックスだと思うんだよね。ドラゴンクエストのファミコン時代からね、私導きの書とかさ、鉛筆とかいろいろ買ってたんで覚えてるんですけど、そうだね。いやー懐かしい。懐かしいし、こうなんかまた今こうなんだろうな、ありがとう、ありがとう、ファイナルファンタジー、本当に。ファイナルファンタジーに出会えて私は幸せだよ。本当に。本当に、ありがとう、ファイナルファンタジーという感じですけどね。いやー、懐かしいなー。で、こっちはね、10-2ってついてる方は、本当私あんま覚えてないですね。10で買ってるから、10-2の方は買ってないんじゃないかな。まあこれ10-2しかなかったことはないと思うよ。だって両方私同時に買ったような気するからね。だとすると10の時に買ってるんですよね。デザインちょっと違うのかな、10-2と10。ユリッパしちゃうからな。10-2はユリッパだからな。いやーほんと10でボイスがついて、で上松さんがね、当時キャラクターがいよいよ喋るようになったから僕らの音楽っていうのは一歩引かなきゃいけないって言ってたんだよね。今まではキャラクターの群像劇ね、あの人形劇に力がないからドラマティックに曲で盛り上げなければいけないっていうことを第一に考えてたと。セリスのあれとかさ、すごかったじゃないですか。ああいうのをやってたんだけど、いよいよキャラが喋るようになると映画的な作りにどんどんなっていくから、音楽っていうのは一歩引かなきゃいけないんだっていうのを書いていたのをよく覚えている。映画見たくなってくるからね。で10-2になってね、まさかのユーナが踊るっていうあのシーンもあるけど、ゲームの中にいわゆる J-POP の歌手が入って、で当時のユーナの動きをモーションキャプチャーね、こうやってやってたでしょ。あれをモーションキャプチャーしてユーナに踊らせるっていうのも含め、いやなんか時代、一時代があそこに凝縮されてたなって思う。ファイナルファンタジー10-2っていうのはその後なんか変わっていくし、そのものすごく変わった時期、まあ、もちろん7でポリゴンになってっていうのもあるんだけど、10-2と10、この2つの変わりっぷり、もう進化の度合いっぷりは本当にすごかったよね。でね、これが出た時にもう一度ユーナをチェックするとまんま再現されてるんですよ。これが本当に今ね、そんなユーナしてたっけって思うかもしれませんけど、ユーナの画像見てください。これしてるから、ちゃんと当時の私もこれが出た時、あれユーナそんなのしてたっけって思いましたからね。このネックレスさえ分かってたんだけど、指輪の方してたかなと思って、当時もユーナの画像を見て、あ、してるなと思って思った次第でございます。そんなわけでね、これね、今日発売日なんだけど、もうないんだよネットに。みんなよく情報収集してるわ。でこれはでも買った人ってさ、やっぱ私みたく当時の思い出があって買ってるのか、それとも今新しく FF ファンになって、あ、10と10-2、ね、あのユーナのやつなんだっていうね、10から入った人でもいいし、それこそ最近のスマートフォンのものにユーナいっぱい出てくるんじゃないですか。そのユーナが好きで買ってる人もいるのかなっていうね、そこのどの層が買ってるのかなっていうのは気になるよね。でどのくらい作ったんだろうねこれ。案外数少なそうだよね、売り切れちゃってるっていうのは。いやーなんかね、ずっと私はね、指輪なくしちゃって、ネックレスそこまであったんですけど、指輪の方が本当に気に入ってたんですよ。これこうピロピロついてるっていうのはすごい可愛くてすごい気に入ってたんだけど、もう買えないしなって思ってた中、まさかのここのね、この時代に再販で、本当に今ねスクリーンショップ見るとめちゃめちゃ出てるもんね。あーでも私ライトニングのこういうやつも買ったもんね。これじゃないけどつけるやつ買った、
これ今見てるね、公式サイトで見てるんですけど、ライトニングのやつな、これあそこで買ったわ、あのファイナルファンタジーコンサート、上松信夫コンサートの時に、速攻のコンサート会場で買ったな。いや、いっぱい出てるね、今。ドラクエも出てんじゃん、キメラの翼とか。すごいね。ということで、ちょっと思い出深いアイテムを、今回、再販分ということで購入いたしました。シルバーピンキーリングユーナ FF10 で FF102 シルバーネックレスという形になります。両方ともユーナのものです。ちょっと見てください、これね、画像と見比べてください。本当にこれと同じものをユーナしてますから、よーく覚えてください、よーく覚えてください。ちょっとね、指は見づらいかもしれないけど、ネックレスはもろわかるから、この形してるから。いや、懐かしいわ、うわ嬉しい。まあこれだ、まあけないだろうな、もうこの年になっていろいろこういうのめんどくさくなっちゃったから飾っとくかもしれないですけど、嬉しい、本当に嬉しいな、本当嬉しい、本当何度でも言おう、ありがとうファイナルファンタジーということで、ユーナのこれ買いましたという動画でした。見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう、バイバイ。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、これいいじゃないですか、懐かしいな、素晴らしい。というわけでバイバイ。今ね、動画撮り終わって気づいたんですけど、この刻印がスクエアって書いてるんですよね。当時のまんまな気がする。スクエアって書いてて、しかも昔のあのロゴなんですよね。スクエアの文字がなんだろう、ちょっとヒゲのついた方の英文字っていうんですか、本当に昔のスクエアのロゴが入ってて、でスクエアエニックスって入ってないんだよね。スクエアって入ってる、これ金型昔のまんま使ったのか、あえてこういう風にやったのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと今気づいて、撮ったんですけど、すごいちょっとなんかすごい嬉しいな、こういうのも。なんだか昔のね、当時の思い出ユーザーとしてはすごい嬉しい。以上、ユーナの装備でした。またお会いしましょう、バイバイ。